お母さん、私の車をどこにやったんですか？今日勝手に乗っていったのは知っていますよ。今すぐ返していただけますか？今日だって使えなくて本当に困ったんですから。はあ？あんな車もう手元にないわよ。そもそもどうしてあんたがあんな車を持っているのかしら？何か悪いことでもしない限り、あんたの手取りじゃ到底買えないはずだけどね。学生時代から一生懸命貯金して、やっと手に入れた大切な車なんですよ。ハヤトもちゃんと分かってくれています。大事な車なので、早く返してください。だからもうないんだってば。残念ね。あんたにはもったいないから、売ってやったわ。はあ？もちろん私が売ったんだから、私のお金にしたわ。親孝行だと思って、おとなしくしてなさい。ふざけんな。絶対に許さないから、自分が何をしたのか思い知ってください。私の名前はミユ。ごく平凡な30歳の主婦で、毎日仕事と家事と育児にてんてこまいな生活を送っています。優しい夫と可愛い息子の3人家族なのですが、本当に平凡で、でもそれが幸せでした。世間からすれば、ごく一般的な私には、学生の時から唯一夢見ていたことがありました。私はとあるドラマを見たことをきっかけに、ある高級車に一目惚れしたことがありました。いつか自分でお金を稼ぐようになったら、何としてでも買いたいと思うようになったのです。しかし、当時まだ学生だった私には到底届くはずもない、かなりの高級車ですから、夢のまた夢でした。そんな夢を描いてからは、アルバイトをしてコツコツお金を貯める日々が続いていました。同級生と遊びに行くのも控え、いつかの日のために、毎日毎日、飽きもせずアルバイトを続けたのです。そうこうしている間に社会人になり、私の収入はぐっと上がりました。アルバイトよりは稼げるようになりましたが、それと同時に実家を出たので支出も増えました。まとまったお金を貯めるのは苦労しましたが、その苦労すらも耐えることができていました。だって夢のためですから。高級車を購入するために全力だった私ですが、人並みに恋愛もしてきました。社会人になってから友人の知り合いとして出会った隼人は、とても温厚で他人を尊重できる人でした。少し仲良くなり始めた頃、私が自分の夢を語ると、真剣な眼差しで私のことを褒めてくれました。自分のやりたいことのために、そんなにひたむきに頑張れるなんてすごいよ。みゆちゃんなら絶対に叶えられる。僕と会うときは、お金を使わなくても楽しいことをしよう。そう言って、私のことを応援してくれていました。隼人と遊びに行くときは、この日以降、本当に工夫を凝らしたプランでした。言葉をかけてくれるだけでなく、実際に行動でも示してくれたのは、これが初めてでした。隼人の気遣いにまんまと心を奪われて、私は彼にどんどんと惹かれていきました。どうやら隼人も私をよく思ってくれていたようで、自然な流れで交際に発展。お互いのことを尊重しながら、数年付き合って、晴れて結婚したというわけです。特に美人でもなければ、学歴があるわけでもないけど、私は隼人がいてくれることが幸せでした。こんな私のことを愛してくれる人と出会えるなんて、本当に幸せだと思えていました。子宝にも恵まれ、平穏な生活の中に、慌ただしくも幸せな時間が増えました。この時は一瞬、子育てに忙しくて、自分の夢のことを忘れてしまっていました。思うように時間を作ることも、お金を貯めることも難しかったのもあります。しかし、娘も3歳になり、ようやく少しだけ落ち着くことのできる時間も出てきました。私自身も、仕事と子育ての両立に少しは耐性がつき、気持ちに余裕が出てきていました。そんな時、ふとあの車が雑誌に載っているのを見つけ、私の中で気持ちが膨れ上がったのです。ああ、私の大きな夢は、まだ叶えられていないんだ。そろそろまた自分の夢を追いかけてもいいのかな。子供が生まれてからは、何かと自分のことを後回しにすることが増えていました。
とても自然なことだったので不満はありません。いざ自分のことをしようにも、なんだか悪いことをしている気がしてそわそわしてしまうのです。これがお母さんという生き物の性なのかな。なんだかちょっと寂しいなと思いつつも、私はその雑誌から目が離せませんでした。ねえ、私の夢のこと覚えてる？私は仕事から帰ってきた夫に問いかけました。もちろん、あの車を絶対に買うっていう夢だよね。最近は忙しくてあまり聞かなくなっていたけど、まだ夢は健在なんだよね。それとも何か心境に変化があった？ううん、変わっていないよ。慣れない子育てでそれどころじゃなかったのは事実だと思う。でも今日ふと思い出したの。それでね、私は自分の夢のためにまた頑張ってもいいのかな。え、それってどういうこと？自分のために何かをすることが、ちょっとだけ後ろめたい気持ちになるの。それは僕や子供のことがあるから？うん、お母さん失格だって言われているような気がしてしまって落ち着かなくて。この夢諦めた方がいいのかな。ほら、車って安い買い物じゃないでしょ。高級車だし。私がうつむきながらそう言うと、夫は小さくため息をついていました。それを聞いた私は、やっぱりこんなことで悩むなんて母親としてダメなんだと思い、胸が苦しくなりました。夫に背中を押してほしくて話してみたけど、そもそもこんな話すらするべきじゃなかったんだ。私が顔を上げないでいると、夫が私の頭を撫でながら優しい笑顔で言ったのです。何を言っているの。自分のために行動したって何も問題ないんだよ。ミユが僕たちのことをいつも考えてくれているのはちゃんとわかってるんだから。え？ミユの夢は僕らの夢でもあるんだよ。協力できることは全力でやるって気持ちは変わらないよ。お母さんだからって諦めるのは違うよ。悩まなくていいから叶えようよ。私が勝手に想像したこととは180度違う返答に、驚いて言葉が出ませんでした。ハヤトのこの思いが嬉しくて思わず泣いてしまい、ちょっと恥ずかしかったのを覚えています。この日を境に、私は改めて車を買うために自分の給料から貯金をし始めました。ただこれまでの生活を一変させたくないので、もちろん無理のない範囲でのことです。娘のためにも綺麗なお母さんでいたいので、最低限の美容代は欠かせませんでした。それ以外に、夫と折半で出している生活費もできればそのまま据え置きにしたい思いでした。僕にも少し手伝わせてほしいんだ。でもミユの夢だし、お金を渡すことはしたくないんだ。だから生活費をもう少しだけ僕に払わせてもらえないかな。その分をミユは好きに使ってよ。ハヤトからのありがたい申し出のおかげで、私はその分を切り詰めることができるようになりました。こうして家族のバックアップがあり、私は晴れて念願だった高級車を手に入れたのです。ずっと夢だった車を手に入れたことで、私の気持ちはかなりハッピーでした。どこに出かけるにもウキウキしていたし、夢を叶えたということで、大変な家事だって楽勝でした。そんな私のことを夫は誰よりも喜んでくれました。しかし、たった一人だけ私の様子が気に入らない人がすぐそばに存在していたのです。ミユさん、あなた車を買ったんですって？ちょうどいいわ、私に貸しなさい。でもあの車は私がずっと夢に見ていた特別な車なので、できれば貸したくなくて。ある日、車を買ったことを聞きつけた義母が車を貸してほしいと言い出しました。正直、本当に特別なものだったので誰にも貸したくありませんでした。前から思っていたけれど、ミユさんって強情で可愛げがないわよね。もし孫に遺伝したら最悪だわ。どうかうちの息子に似ていい子に育ってくれますように。そんな言い方しなくても。実は義母は結婚の挨拶に伺った際にも、私のことがとにかく気に入らないようでした。というより、息子が誰かに奪われて悔しいというような、そんな感じだったと思います。
あなたにはもったいないくらいいい旦那さんと可愛い娘がいるんだから満足でしょ。私から息子を奪っておいて、まだ何か必要なの？しかもケチくさくて嫌になるわね。できれば揉めたくはありませんし、苦手ではあるけど、夫にとっては大切な実の家族のはずです。ないがしろにするわけにもいかず、しぶしぶですが、少しの時間だけ貸すことにしました。お願いですから、こすったりしないでくださいね。その辺をぐるっとしたら、帰ってきてください。はいはい、うるさいわね。義母は乱暴に車に乗り込むと、ものすごい勢いで出て行ってしまいました。待てど暮らせど、帰ってこない義母。私が不安そうに立ち尽くしていると、家から出てきた夫が事情を聞き、義母に連絡してくれました。チクるなんて最低。ちゃんと帰ってきたんだから、何も文句ないでしょ。すると、少しして戻ってきた義母は、かなり怒っているようでした。ブツブツと文句を言いながら、私に車の鍵を投げつけて帰っていきました。私に取られたと思っている大事な息子に注意をされたことが気に入らなかったのでしょう。面倒だなぁ、と思いながらも、車に傷がついていないことに、ほっと胸をなで下ろしました。できればこんなことはもう経験したくないけれど、もしかしたら、また行ってくるかもしれない。私は心のどこかで不安に思っていたのが、数日経っても抜けなかったのでしょう。見かねた夫が私に声をかけてくれました。母さんには俺からちゃんと言っておくからね。誰にだって大切なものくらいあるよ。僕だって大事にしているものを適当に使われたら不安になるし、怒りたくもなるからね。どこまで理解のある人なんだろうと思いながらも、夫の計らいに感謝するばかりでした。しかしこの夫の行動が、義母の逆鱗に触れ、最悪の事態を招くことになったのです。ある日、家の外を見ると、私の大切な車がどこにもありません。え？どういうこと？もしかして間違えて歩いて帰ってきちゃった？つい先ほどまで出かけていたこともあり、間違えて歩いて帰ってきてしまったのかと自分を疑いました。しかし、眠っている娘と買い物をした荷物をたくさん持って帰ってきたので、そんなはずありません。いや、車の音がしていたし、それはないと思うよ。本当にないの？あんな大きいものがないなんて、本当ならもう事件だよ。心配した夫が一緒に見に行ってくれましたが、やはり車がどこにもありません。まさか、盗難？私は顔面蒼白で半泣きになりながら、へなへなと座り込んでしまいました。私の横で何やら考えている夫は、スマホで誰かと話しているようでした。いい加減にしてくれ。その車は、ミユの大切なものだって何度も言っただろう。どうしてそうやって執着するんだよ。今すぐ帰ってきて、謝罪するんだ。普段かなり温厚な夫が怒鳴っていて、涙も引っ込み、私は何が起きたのか把握するのに必死でした。母さんが乗って行っていたみたい。合鍵で家に入って車の鍵を持ち出したみたいだ。こんなの身内だからってやっていいことじゃない。本当にごめん。夫は失望と焦りと怒りが入り混じったような表情で、私にとにかく謝りました。二人で義母の帰りを待っていると、なんと義母はタクシーに乗って帰ってきたではありませんか。お母さん、私の車をどこにやったんですか？今日勝手に乗っていったのは知っていますよ。今すぐ返していただけますか？今日だって使えなくて本当に困ったんですから。はあ？あんな車もう手元にないわよ。そもそもどうしてあんたがあんな車を持っているのかしら？何か悪いことでもしない限り、あんたの手取りじゃ到底買えないはずだけどね。学生時代から一生懸命貯金してやっと手に入れた大切な車なんですよ。ハヤトもちゃんと分かってくれています。大事な車なので、早く返してください。だからもうないんだってば。残念ね。あんたにはもったいないから、売ってやったわ。さすが高級車なだけあって、かなりの値段で売れたの。臨時収入になって、最高だわ。は？
私の車を売ったんですか？それ、本気で言ってます？別にハッタリでこんなこと言わないわよ。あんたが嬉しそうなのが気に入らなかったの。もちろん私が売ったんだから、私のお金よ。親孝行だと思って、おとなしくしてなさい。義母のとんでもない行動に、私も夫もかなり驚き、そしてドン引きしていました。怒りももちろんありましたが、ここまでして私に嫌がらせをしたい義母が信じられませんでした。あんたが隼人に私の悪口を言うからでしょ。あんたさえいなければ、私は怒られずに済んだのよ。お母さんが理不尽なことばかりするからですよ。自分のやってることを改める気はないんですか？私の言葉を完全に無視して、いそいそと帰ってしまった義母。私は夫と相談して、反撃することに決めました。隼人のお母さんだけど、もう許せない。思い切った反撃をしてもいい？もう我慢の限界なの。私がいつまでもおとなしくしていると思われているのは嫌。わかった。先に作戦だけ聞かせてほしい。ミユがおかしなことをしなければ、僕は止めないよ。夫の許可も得たので、私は正式に義母に反撃することに決めました。数日後、私は義母に電話を入れて、とあることを報告することにしました。お母さん、先日は好き勝手してくれましたね。私はあなたのことを絶対に許しません。つきましては、新車の購入代と陳謝料をお母さんの年金から引かせていただきますね。はあ？突然連絡してきて何なの？私が長年夢見てきた車を勝手に売ったんです。全部で500万くらいですかね。はあ？そんなの払えるわけないでしょ。それに年金から引くなんてできないわよ。だってあんたに直接払われるわけじゃないもの。仕組みを知らないの？お父さんにも報告済みです。入った年金はすべて支払いが終わるまで私に渡してもらいます。ちゃんと隼人も知っていますから、これが私の正当な復讐の仕方です。お父さんに言ったの？お母さんを黙らせるには、もう私だけで我慢するわけにいきませんでしたから。これまでどんなに理不尽をされても、お父さんには言いつけませんでしたけど、もう無理です。私が電話をしている最中に、お父さんが後ろから義母のことを叱りつけているようでした。お前、とんでもないことをしていたんだな。恥ずかしいことをするな。お金を払って許されることじゃないんだ。ふざけるのも大概にしろ。違うの。これには深い理由が。ここで電話は切れてしまい、しばらく義母と連絡がつかなくなりました。数日後、義両親が揃って私のもとに謝罪に来ました。義母は不服そうでしたが、義父からも隼人からもかなり叱られたようで、悪態はついてきません。もし万が一支払いが滞ったり、同じことをしたら、孫にも会わせないし、親子の縁も切るからな。俺の大切な人を傷つけるのは許さない。隼人は鬼のような形相で義母を叱りつけ、絶縁の一言に義母は絶望の表情をしていました。この日を境に義母は私に対して理不尽なことを全くしなくなりました。むしろご機嫌を取ってきて気持ち悪いくらいです。私のことが大嫌いなのはきっと変わらないけど、息子に絶縁される方が耐えられないのでしょう。私は義母からのお金で、新しくファミリーカーを購入することに決めました。本当に良かったの？前の車の次の方が出ていたでしょ？それでもいいんだよ。ううん。私の夢は一時的にだけど叶ったわけだし、今度は別の目的のために購入したいの。この車でいろんなところに行こうよ。子供も大きくなるし、これから楽しみだね。私の表情を見て、隼人は納得したようでした。何が陳謝料よ。姑から金を取るなんて、嫁として気が狂っているわ。義母は時々思い出したように私のいないところで嫌味を言っています。でも私の顔を見ると一気に顔色を悪くして、何もなかったように逃げていきます。義母との関係性については、これから修復が必要ですが、しばらくはおとなしくしてもらいたいなと思います。